どうも、トズルです。さあ今日はですね、クラクラチャンネル、パーフェクトを取ったね、対戦からまたお送りしていきたいなと思っているんですが、今日はね、攻めのリプレイをこうがっつり解説するっていうよりは、ちょっと今後のクラクラについてね、アップデートの情報なんかも若干仕入れてきたので、そちらの方もね、話しながら、お送りしていきたいなと思います。このアップデートの情報については、特に公式さんからね、直接聞いたっていうわけではなくて、公式フォーラムって、まあ、ちょっとリプレイを流しましょう。いろいろ今日はね、雑談が長くなりそうなんで、まあ、リプレイを流しながらね、お送りしていきたいと思います。で、海外には公式フォーラムっていうのがあるんですね。もちろん日本人の人もアクセスできるんですけれども、まあ、英語です。で英語の、まあ、簡単に言うと掲示板で、それは何どういった掲示板かっていうと、要はスーパーセルですね、クラクラクラロアの公式の人が、参加する掲示板という感じの、場所があるんですね。海外の公式フォーラムっていうのがあって、まあ、そこでね、例えばクラクラだったりクラロアのアップデートを今後どうしたらいいか、どうしたらね、このゲームがもっと良くなるかっていうのが常に、議論されていて、それっていうのはもうかなり昔からあるんですよね。クラクラがもうできた、どれぐらいからあるんだろう、すごい昔から、私がね物心ついた頃から、その掲示板は存在してました。でそこではね、もちろん YouTuber の人だったりモデレーターと言われる、要は公式ではないんだけど、公式の人ではなくて、公式に非常に近い存在、まあ、ユーザー代表といえば、非常に話は早いかもしれないんですけれども、例えばアップデートの時とか、ユーザーの声をね、いち早くこうまとめて公式に届けたりっていうモデレーターと言われるね、一部の人たちもいて、要はユーザーとモデレーターと公式の人がね、自由に書き込める掲示板っていうのが、公式で用意されています。でそこでね、結構アップデートの情報とかが、次は何が来るよみたいなことでね、結構発言されたりするんですけれども、次のアップデートは大体9月の中旬になると、いうことでした。でどういったアップデートにしようかっていう一つの、ね、情報としては、そのボーラーがね今強いじゃないですか。すごく今ボーラーラッシュのリプレイが流れているんですけれども、今回ねやっぱねパーフェクトを取った対戦でも思ったんですけれども、やはりボーラー対策ができていない陣に対してボーラーは強いんですよね。でボーラー対策の陣っていうのが、じゃあ全ての人ができているかっていうとすごく難しくて、結構ねボーラーの対策もしづらいので、まあ、ボーラー対策っていうのがね、あのガチクランではもう必須になってきてはいるんですけれども、じゃあガチじゃないクランに対してそのボーラーっていうのはすごく強いわけですよね。でこういったやっぱ一つのユニットでがかなりね大多数を占める、あの編成の大多数を占めるじゃない、大多数を占めるね、戦術っていうのはあまり好ましくないよっていうところで、まあ、好ましくないって言っても昔からね、クラクラっていうゲームにはラッシュ系っていうのが存在してました。ホグラッシュだったり、まあ、でもホグラッシュもね、あまりに強すぎても5回ぐらい修正入ったのかな、もう弱体化に弱体化を重ねて、まあ、最後ね巨大爆弾が 1.5 倍になるという、すごいアップデートが来て、大型アップデートが来て、まあ、ちょうどいいというか、すごい絶妙になりましたよね。ホグライダーの修正に関しては、巨大爆弾のダメージが 1.5 倍になるということで、また戦術性もね、増しましたし、ホグラッシュっていうのがまた完全に絶滅したわけじゃないですか。あの修正はすごく面白いなと思ったんですけれども、まあ、そういった修正をねボーラーとか、今の例えばネクロマンサーもね、弱体化してしまって、すごく今弱すぎてね、誰も使っていない状態なので、まあ、ネクロの強化とかも考えつつ、バランス調整を行っていきたいなということを公式フォーラムのね、ところで、公式の方が発表されておりました。やっぱりねバランス調整がすごい難しいって、まあ、愚痴じゃないですけれども、そういうことを書いてて、やっぱりね難しいと思うんですよ。だってボーラーも弱い弱いって言って新ユニットで誰も使ってなくて、弱い弱いって言われたから、その枠数がねもともと8だったのが、あの1対8枠だったのが6枠にした途端にね、もうかなり強ユニットとして、みんな使うようになってしまったということで、まあ、2枠縮まるってことは8分の6になるわけですから、まあ、4分の3で、まあ、数もね3分の4になるわけじゃないですか、まあ、数字ばっかりで難しいんですけれども、まあ、単純に持てる数が増えるってことはそれだけ単純強化なわけですよね。まあ、そういった意味でもやっぱり難しい、バランス調整が難しいなっていうのは私たちなりにも分かるんですけれども、それでもやっぱりね、しっかりとしたバランスでっていうか、そのいろんな選択肢があっていいと思うんですよね。攻めるときに、ボーラー、私はボーラー好きだからボーラー使うとか、私はバルキリー好きだからバルキリー使うとか、いろんな選択肢がある方がクラクラの本来の楽しみ方に近づくなと私もね、そう考えておりまして、でそういったね、バランス調整をこうなんていうんだろう、ユーザーにやっぱ叩かれるじゃないですか。バランス調整を少しでもするとね、バランス調整に失敗したときにやっぱ怒られると思うんですけれども、それでもね、勇気を持ってバランス調整をガンガンするスーパーセルっていう会社はね、すごくいいゲームを作りたいんだなっていう、意思が伝わってくる会社だなと思います。まあ、こういったことを言うとね、またスーパーセルの運営の犬だってよく言われるんですけれども、
そういったことではなくてね、本音でそう私は思っています。で、やっぱり最近のね、あの修正はかなり雑っていうか大雑把になってきてるなというのは思っているんですけれども、そのことについてもね、公式さんはそう発表していて、最近ね、ちょっとあのバランス調整がうまくいってない、それはすごい難しいんだっていうね、ことを言っていて、でユーザーからの声もね、その公式フォーラムの方でまとめていましたので、まあ、今後ね、また修正うまくできていけたらなというところでございます。まあ、タウンホール10、11に関して の前回難易度もね、だんだんと昔ほどひどくなくて、その例えば100回攻めて1回しか全開取れないっていう全開難易度ではなくて、結構ね、甘い陣だったら全開誰でも狙っていけるようなあの難易度には下がってきていると思うので、またね、タウンホール10の人口もどんどん増えてきて、そういったいい方向にどんどん進んでいけばいいなというところでね、私そんな結構今日は緩い感じで雑談をしているんですけれども、9月中旬には結構大型アップデートが来るっていうことです。で、私的に本当に入れてほしいアップデートとしては、もう私ドズル個人としてはすごく熱望しているのが、クラン同士の特定マッチングをできるようにしてほしいなと思います。今は要はマッチング係数を合わせてすごい労力がかかりますよね。人数合わせてマッチング係数合わせてすごい労力かかって、しかもぴったり合うことはなかなかないっていう、なかなかないっていうか、そのなんて言うんでしょう、マッチングが成功するかしないかはね、ほんと神の水を知る状態で、結構やっぱりね、イベントを運営するにあたってそこっていうのは一つのネックになるわけですよね。これが簡単に例えば、おい、うちのクランと対戦やらないかって言った瞬間にやろうぜってなってすぐね、マッチングがこう成功するようになったら、それはまたクラクラの楽しさっていうのがいろいろ広がっていくのかなということで、結構ね、機能をたくさん付け足すっていうのは難しいことだと思うんですよね。例えばフレンドリーチャレンジができたことによって、マルチのこう重要性っていうか、マルチに行く回数みんな減ったと思うんですよ。私なんかも顕著で、マルチほとんど行かなくなりました。そういった方って結構いらっしゃると思ってて、普通にドズトークとかで資源狩りしてても、マルチでね、放置村の数がすごい増えたと思うんですよね。皆さんも多分実感してると思うんですけれども、あれってクラクラの人口が圧倒的に減ったっていうよりは、クラクラでね、マルチに行く人の人数が減ったと私は考えております。もちろんね、クラクラのユーザーが減ってるのは減ってると思いますよ。それは一時期のピークに比べたら若干減ってるんじゃないかなとは私も思うんですけれども、それよりもね、やっぱりフレンドリーチャレンジが導入されたことによって、マルチへの攻撃回数っていうのが減っているのが、放置村が増えた一つの大きな理由かなと考えております。まあ、そういったこともね、含めてやっぱり機能をね、付け足すっていうのはそれだけすごい難しいことだと私も思います。ただやっぱりね、特定クランとのマッチングをできるようになると、またね、一つこう楽しみ方というか、クラン同士の戦いっていうのがさらに面白くなりますし、そのリーグ戦とかもね、簡単にできるようになるじゃないですか。まあ、日本だけじゃなくて、例えば世界リーグなんかもね、どっかの誰かさんがこう開催する可能性もあるわけじゃないですか。そこに例えば日本からね、代表で何チームか出てみたいな、すごいワクワクするワールドリーグなんかも実装されればいいな、なんか夢物語で思っているんですけれども、そういったことも含めてね、特定クランとのマッチングっていうのが私ドズル的なリクエストでございます。まあ、もちろんこの動画をね、公式さんが見てる可能性はかなり低いと思いますので、まあ、直接声が通ることはないと思うんですけれども、まあ、皆さんもね、こういうアップデートが来たらいいな、なんていう、こうなんて言うんだろう、漠然としたこうリクエストっていうのはこのコメント欄に残していただけると、また私もね、いろんなところでそう、あ、これいいなって思ったのはいろんなところで発信していきたいなと思っておりますので、まあいろいろね、皆さんでいいアイデアを出して、例えば日本のそのいいアイデアが出た時に海外のその公式フォーラムに書き込んでくれる人がいれば可能だと思うんですよね。直接その開発チームに声が届くっていうことはね。なんで結構ね、なんて言うんだろう、ナイスアイディアっていうのはどんどん共有していきたいなと思っているので、ぜひね、皆さんこの動画のコメント欄にこういったアップデートいいんじゃないかっていうのがね、明暗があれば、ぜひ書いていただければなと思います。私もね、ちょっと次の大型アップデートを非常に楽しみにしつつ妄想を膨らませたいなと思っておりますので、皆さんもぜひ妄想を膨らませてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。しれっとね、私ドズルの全開リプレイを流したわけなんですけれども、ちょっとね、施設レベルが低かったので解説するのは恥ずかしいなというところでしれっと流させていただきました。はい、ということでね、今日はこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディング CM、 ゲームウォレットのご紹介です。このゲームウォレット、サイトとなっているんですが、どういったサイトかっていうとね、
アプリの課金を非常にお得にしてくれる、サイトでございます。例えばね、私もクラクラクラロア、シャドーバース、オセロニア、ポケモン GO といろんなアプリに、ね、課金して遊んでいるんですけれども、この課金をする際にね、このゲームウォレットを経由するとなんと 5%、コインとして還元されます。使い方は非常に簡単で、こちらピンクのボタンを押していただくとアプリに飛びます。でそのアプリでいつも通りね、課金をしていただくと、なんともう反映されているんですね。交換する際はね、iTunes カードもしくは Amazon ギフトカードなんか自分の用途に合わせて、なんと500ポイントから交換することができるので、まあ、用途に合わせてね、そのまま課金のプラスアルファにしたり、もしくはね、Amazon カードでなんか好きなものを買ったりっていう使い方ができます。ポイントを交換したら、その場でね、コードとして使用できるので、非常にスムーズですね。さらに今回、私の動画の説明欄から飛んでこちらのゲームウォレットに登録してくれた方限定で100コイン分ね、コインをプレゼントしてくれるということなので、ぜひともこの機会にね、ゲームウォレット使ってみてください。それでは、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。